アズール、ご無事で何よりです。僕に目をかけてくださるのですね。ご期待に添えるよう努力します。仕方ありません。勝率は五分というところですが、僕の切り札を出すとしましょう。な、いった！ん？どうした？すみません。目にホコリが入ってしまったみたいで、少し見てもらえませんか？大丈夫か？ちょっとしゃがんでくれ。どっちの目だ？左目を。僕の左目を見て。そう。そんなに怖がらないで。力になりたいんです。ショック・ザ・ハート。あなたは、この質問に真実で答えなくてはなりません。あなたは、頑張って魔法の絨毯を捕らえたんですがね。はぁ、しょんぼい。誰かに聞かれてはいけません。声を落として。ごきげんよう、皆さん。いかがです？海底の世界は。どこを狙っているんです？カリムさん。おはようございます。いいえ、僕はジェイドです。そういえば、少し名前の響きが似ていますね。目覚めの紅茶とお着替えの準備ができております。さあ起きてください。従者を思いやるカリムさんのお気持ち美しいですね。アズールに爪の赤を煎じて飲んでいただきたいくらいです。さあさあジャミルさん、お部屋に戻って二度寝でもなさってください。監督生さん、グリム君、起きてください。おや、閉店しちゃいましたか。困りましたね。お二人とも、それは謎のキノコでも変なものでもありません。ちゃんとブナシメジという名前がある食べられるキノコです。フロイド、そんなに笑ってはかわいそうですよ。彼らなりにない知恵を絞って頑張っているんですから。あと少しですよ。楽しみましょう。お待ちなさい。あなたのユニーク魔法は強力すぎるゆえに、契約書なしには制御できないはず。そんなことをすればどうなるか、自分が一番よくわかっているでしょう。ユニーク魔法の使いすぎです。ブロッドが蓄積許容量を超えている。このままでは。アズール、今日の会議で議題にするとおっしゃっていた件、資料をお持ちしました。学園長にはすでに決闘の申請を出してあります。あんたたち、私たちを倒して寮長になろうというの？
どこを狙っているんです？そうですね、もし僕があんな裏切り方をされたら、持ちうる語彙の限りに罵って精神的に追い詰め、縛って海に沈めますよ。それを自分のせいだなんて、いいやつを通り越してちょっと気持ち悪いです。ジェイドはもしかしたらすでに命がとか言って不安にさせてくるしさ。僕はただ可能性を提示しただけで、皆さんの不安を煽りたかったわけでは。やれやれ、だとしても勝手に人を亡き者にしないでもらいたいですね。これは失礼しました。アズール、ご無事で何よりです。なんだかとてもいい気分です。いけません、正気に戻りなさい。